はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習家の林です。愛です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、2013年の法学部フィット入試の A 方式の、これは政治学科のグループディスカッションなんですけれども、はい、まあ、そのいわゆる若者言葉が伝統的な日本語の美しさ正しさを損なっているという指摘がありますと、はい、まあ、しかし他方で言葉は時代とともに変化しつつ社会を反映するものであるという見解もあります、うん、これらの社会と日本語の在り方について議論してくださいっていう話があって、はい、で、まあ、その受容すべきかすべきじゃないかとか、そういうところも含めての話なんですけど、うん、そのどうですか、その言葉の変化っていうのはやっぱりその人のその思考とかにやっぱ影響を与えるもんですかね。結構与えると思いますね。どういう時にそれ感じました？やっぱりその今ってツイッターが結構その発信ツール、うん、SNS で使ってるものでメインにあるんですけれども、うんうん、その中でやっぱりその日本語が、うんうん、あ、こういう風に使うんだみたいな新しいその言葉、うんうん、意味を持った新しい言葉が生まれてたりとか、うんうんうん、新しい文化が生まれる、うんうん、生まれてはいるんですけど、うんうん、それが結構簡略化しているというか、うんうん、なんか逆になんかそんな略してどうするのみたいなのとか、うんうん、そう簡略化することによってどういう風な思考の違いが生まれると思いますか？何ですかね、そのあまり深く考えなくなってると思うんですよね、うん、あ、なるほどね。どういう時にそれ感じました？ツイッター、やっぱりツイッターで、うん、そう流れてきたあのリツイートとかを見た時に、うん、なんかこんな短い言葉で説明しようとか考えようとすると、うん、結果深く考えなくなるってのがありますよね、うん、結構その言語学の世界でもそのサピア・ウォーフ理論といって、サピアとウォーフってのは実はそれぞれ別の人なので、うん、サピア・ウォーフって人がいてとかって言っちゃ絶対ダメなんですけどサピアとウォーフは別々の人なんですけど、サピア・ウォーフ理論って何かっていうと、その使ってる言葉によって人の思考は影響を受けるって考え方があるんですね。だからその短い文で物をまとめようとするとあまり深く考えなくなるとかっていうのは本当にそこの部分だし、あと例えば今まで敬語を使っていた人に対して例えばタメ語を使うようになると、どっかで見下したりとか対等だと思ったりとかしてしまうとか、その人の使っている言葉っていうのは結構その人の価値観にかなり影響を与えている部分があるんですよ。だからそこの部分をどう考えるかっていうところは、もう多分考え方としてはすごく重要で、やっぱり使ってる言葉っていうのがその人自身の思考を生み出していくんだっていうところがすごく考えなきゃいけないところだと思うんですよね、はい、でそういった中で、こうそういった中で若者言葉がこう思考に及ぼす影響、若者言葉って多分どんなのあります？何ですかね、なんか女子高生を JK って言ったりとか。ああ、なるほどね。女子高生をさ、JK っていうことによってさ、どういうふうな変化が生まれると思います？なんかその元々その女子高生を JK っていうものって、うんうんうん、まあなんだろ う教育上あれなんですけれども、マッチなビデオみたいな、まあ、そうですね、そういうアダルトビデオの中でその妹として、うん、まあ、そのエンターテインメントとして、うん、その女子高生って書くとちょっと小さく通んないから、うん、そう通んないから、うん、それを隠すために JK って言ってたのを、うん、今 の, その女子高生たちは自分のことを自分で、うん、私たち JK だからっていう風にやってるわけで、うん、まあ、女の子も結構そういうビデオ見たりするから、こっそりさ、だからそこでこう広まっちゃうんだよ、うん、JK ってその女子高生のことを JK っていうことでさ、女子高生っていうのはまあその正式名称でいうと女子高等学校生とかになると思うんだけどさ、女の子で高等学校に通ってる学生ですよってことで、まあ、だからそこには当然勉強しなきゃいけないとかさ、大学に行くために頑張ろうとかさ、あるいはまあ普通に就職するにしても真面目に勉強頑張ろうとかさ、そういうその意味が持たれるわけだね、はい、ところがその JK ってことはもともとさ、アダルトビデオで使われた言葉なわけだからさ、要はそのなんて言うんだろう、消費対象としての女性だよね。なんか俗っぽくなっちゃう。だからいかにこうその自分、その若い18とか17とか16とか15 の, その女性としての自分っていうのを、まあ、その人に売りつけるかみたいなさ、うん、だからこうなるべく高い金をせしめてさ、なんかちょっと散歩しただけで5万円もらいましたとかさ、なんかそういう風になりたいなとかさ、まあお金がない社会だからなかなかそういうのやっぱ実際あると思うんだけど、そういうなんて言うんだろ う, こう自分をさ一つの消費の対象としてしまうみたいなさ、そういう部分っていうのはどうしてもできるのかもしれない。女の子同士だからさ、飯食っててよくあるじゃん、散歩しただけなんだけど5万もらえたら絶対嘘だと思うんだけどなんかさ、そういう風、自分をね、そういうそのある種の商品として貶めてしまうような響きってのあるよね。そうですね、うん、あとはなんか他こういう言葉ってすごい人の思考に影響してるなと思ったものとかってありますか？あ、なんだろうな、うん、まあ、でもその話をしていて、うん、やばいやばい、うん、やばいはかなり使うよね、英語の多分さ、
あのハブとかあとゲットとかさ、うん、テイクとか同じぐらい用例が多いよね。そうですね。しかも、うん、もうそう用例っていうかもういろんなことに使えるヤバいがあるので、うん、いいことにも悪いことにも使うんですよ、うん、意味が多様すぎる、まあ、だからもう強めるぐらいの表現しかなくなってるよね、うんうん、そうだからもう本当だったらその、うん、まあなんか驚きのあまりなんか、うん、驚きのあまりとかをこう驚愕したみたいな感じで言ったりとかするのをヤバいで片付けちゃったら、うん、何のヤバいみたいな、うんで、やばいっていうのが、だから結局、その文脈で測るしかなくなるから、悪い意味なのかいい意味なのかとか、そうするとやっぱりすごく、そのハイコンテクストなそのコミュニケーションがあって、まあ、場合によってはその日本に来たばっかの移民の人とかは全然話についていけなくなって阻害されてしまうとか、まあ、そういう側面ってなんのかもしれない。だからその使ってる言葉によって、いわゆるその、コミュニティが内向きになるか外向きになるかとかっても結構変わってくると思うし、うん、 そうですね、まあ、そういう部分は結構ありそうだよね、うん、っていうことで、まあ、やっぱり若者言葉っていうのだからそういう意味だとかなりこう若者の意識にこうその影響を与えてる部分があるのかなというところなんですけれども、はい、まあ、メリットデメリットってところで言うとだからやっぱり言葉っていうのもその社会がどうあるべきかっていうところをある程度踏まえた上で使わなきゃいけないんだけど、ただまあ必ずしもそうなってなくて、うん、結局はどうやっぱりこう人の深層心理がどうしても出てしまうからさ、うん、まあ、その移民排斥であったりとかさ、あとその人の商品化とかさ、うん、そういうその資本主義の精神とかさ、あとはなんて言うんだろう、民族主義の精神みたいなものがさ、図らずもそういう言葉が出てきてしまうところがあって、それがなんかすごいディストピアみたいなものを生み出してしまう可能性は全然あるよ、うんうん、だからちょっとそういうところはまた注意しながら、まだ若者言葉ってのは実は社会のありようとすごい変わりがあるんだよってところを考えながら見ていかなきゃいけないのかなとは思います。はい、はいはい、最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あの下の概要欄の方にですね、毎日学習館 LINE アットがあるので、まあ、そちらの方からご相談いただくとですね、10日間無料体験、10日間無料添削、まあ、もろもろですね、私に、まあ、10日間って言わなくても本当に1回だけでもいいんで、受験相談することができますので、何卒お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。あとはですね、チャンネル登録、いいね、ぜひ、していただければなと思いますので、皆さんの登録、皆さんのいいねがですね、私のモチベーションですので、ぜひ、押していただければなと思います。何卒よろしくお願いいたします。お願いいたします。